んちはひなです。シャキーン。今日はひなちゃんとね動画を撮っていきたいと思うんですけど、メル2回目。2回目です。この間気の緩んでね動画撮ってたと思うんですけど、今日はネオということで、あの同い年なんですよ。そうなんですよ。そうなんです。全然違う。16歳。あ、誕生日いつですか？12月26です。ネオはちょっと先に先輩ですね。今日はひなちゃんとね仲良くスキンケア紹介、普段しているスキンケアに使うものを持ってきてくれたということで、それを紹介していきたいと思います。それじゃあレッツゴー。じゃあ早速ネオからやっていきたいと思います。まず洗顔はこちら、ドゥルーン。こちらロゼッタっていう洗顔なんですけど、知ってます？聞いたことあります。あ、ロゼットだった。なんかねこういう感じになってて、この周りの白い部分をピュッて押すと中から出てくるみたいな感じになってます。これね妹ちゃんが使ってたんですよ、もともといいなと思って勝手に使い始めたら意外と肌に合ってて、結構なんだろう、乾燥肌乾燥肌で結構あの荒れやすいんですけど、これ使ってからだいぶそれがねなくなったかなって思います。ネットにしか売ってなかった。徐々にね、確かに初めて、なんか聞いたことはあったんですけど、初めて見ました。お店で売ってなかったりとかするので、気になってみた方ぜひネットでロゼットって検索してロゼットじゃなくて。あ、そうだ、これですね、洗顔に使ってるのは。かわいい。これどこだっけ、どこだっけ。ネオチャンネルで紹介するのぜひ見てほしいんですけど、こういうやつですね。あの耳がねピョンって、かわいい、似合いそう。本当ですか？こういうキャラっぽい。あ、本当ですか？だからそう、これをつけてやってます。で、ね、お風呂に上がって化粧水はこちらです。ドゥルーン。オルビスの薬用クリアローションしっとりタイプ、イエーイ。ネットで買ってるんですけど、あのこれと乳液タイプがあって、こっちの方がでもこれからの季節だったりとかはベタってしないので、結構さっぱり系、さっぱり系いいですね。そうなのでかなりおすすめです。乾燥肌の人とかはいいんじゃないかなと思います。あとはこちらですね、じゃじゃーん。これはですね、エチュードハウスのマルチゲル全身用保湿液なんですけど、ファンの方からね、いただきました。ありがとうございます。すごいグリーンですね。そうなんですよ、これあロエ、アロエ。お風呂上がりとかって結構肌が乾燥するので、これをキュッて出してって塗ってます。保湿力というか匂いも、全然では見なかった。決め上げちゃった。今のひなちゃんのびっくりした顔、スローモーションで。でも気づかなかった。そう、あの匂いの話をしてた。匂いはね、なんか、なんかいい香り。そう、さっぱり系。ベッドの横になりそうな。そうそうそう。シューっていう。リラックス系の匂いなんですけど、これおすすめです。ぜひ。まああの毎日ではないんですけど、次の日撮影だなって時とかはこのねパックをね使うようにしてます。かわいい。そうなんです、LINE の LINE かわいい。そうで、これねいくらだと思います？1個。へえ、400円とか。おお、これね100円なんです。1個100円。100円、安い。100円。そう、100円。韓国でセットいますよね。でこれもともと300円ぐらいするパックなんですけど、150円まで値下げされたので、私もこれ日本で買いました。あ、売ってるんですか？新宿のところに売ってて、高かったです。韓国だと安いんですけど、結構ネットとかでもね安く売ってると思うんで探してみてください。以上。じゃあ次私。はい、はい、お願いします。この洗顔はこれです。はい、それもっちスキン吸着泡洗顔なんですけど、炭でできてる泡洗顔で、鼻の黒ずみ取れたり保湿が結構されたりする。一プッシュで泡なんで、泡出てなくても全然大丈夫みたいな感じのを使ってます。すげえ黒いんですか？そうなんですよ、泡が黒いんですよ。怖いな。結
可愛いですよね。保湿系はリアルすぎるものがいろいろ入ってるんですけど。おーおーおー、そうなんですよ。化粧水は、うん、よいしょよいしょよいしょ。あー見たことある。ありますか。キレルの化粧水で、うんうん、とてもしっとりのやつです。お結構少なくなってきてるんですけど、うんうんうん、本当に乾燥肌なんですよ、うんうん、それで保湿しなきゃと思って買いました。乾燥肌マジで本当に困る。困りますよね。サカサなります。なります、めっちゃなります。乾燥肌組です。イエーイ。乳液はミノンのアミノモイストモイストチャージミルクを使ってます。お保湿が、もう保湿狙いなんで、うんうん、これ大事、保湿を基本的にやってます。お、はい、でその化粧水と乳液をやるときに、うんうん、このパナソニックの美顔器を使ってやってるんですけど、結構本当に肌荒れがすごくて、うんうん、これドン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 するんですよ。やってください、やってください。あー分かる分かるんですよ、うん、ドン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 って入るので、うんうんうん、ドンドンか、そのドンドンね、ドンドンか。それでこう馴染ませるというか。あ、そうです、そうです。中にドンドンってパックの上からもできたりするの。へー、結構おすすめのパナソニックです。で、使ってるパックは、はい、よく使うのはこの2つなんですけど、うん、このミノン、うんうんうん、とこれは温泉で買ったやつ、ハリと潤いが作れるそうです。すごい美容系。 SOC3D 美容液フェイスマスク。うん、毒毒ヘビ、ヘビ毒、ヘビ毒、あーヘビみたいですよ。うわです。ヘビの毒が入ってるやつです。ヘビです。ヘビです。さっき言ってた新宿のところで買った、うんうんうん、ニキビパッチ、あイッツスキンのを使ってます。やっぱいいんですかね。結構なんか貼ったら全然剥がれなかったりするので、結構寝る前に貼って寝てます。治りがいいって言いますよね。そうなんですよ、良、うんうん、くなりました、めっちゃ。だってさ、ボディークリームは、うん、このちょっと大きいんですけど、EAGTHD ボディークリームなんですよ。うん、海外のやつなのかな。へー、そうなんですよ、中がすごい粒粒してる、粒が入ってる、すごいんですよ。なんか塗ると風邪くない、溶けてくれるんですよ。うん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 、どうですか匂いは。なんかえ、何の匂いって言うんだろう、嗅いだことある、嗅いだことある匂い、どっかの匂い。違う、変な匂いじゃない、いい匂いのどっかの匂いね。温泉に行った帰りに嗅いだことある。あー、もう全員入浴剤の匂いですかね、うん、ボディクリームを使ってます。なるほど、以上です、ね、以上ですかね、はい、どうだったでしょうか皆さん。同じ16歳でもこんなに違うスキンケアをしてるということで、うんうん、ドゥンドゥンの美顔器、美顔器が出てきた時ちょっと焦ったんですけど、ちょっとネオン使おうかなと。めちゃめちゃおすすめです、うんうん、結構ドゥンドゥンって感じで入っていく。そうなんですよ、ドゥンドゥンで。ぜひ皆さんもちょっと気になってね、見た方はね、近くに行ったりとかネットで探したらあると思うのでね、ぜひ使ってみてください。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。今日はね、サングラス購入品プラスどんな形のサングラスが合うかっていうのをね、紹介していこうと思います。はい、はい、なんかいそうですよ。